皆さんご視聴いただきありがとうございます。じゅんです。ゆいです。この度ですね、第3回インゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。2022年2月24日木曜日、場所は千葉県にある白鳳カントリークラブです。今回は視聴者参加型のトーナメントで、観戦付きのラウンドチケットを用意しました。すごい。ぜひですね、推しの選手に会いに来てみんなで盛り上げていただきたいと思います。詳細は概要欄に載っておりますので、そちらをご確認ください。それでは本編動画をお楽しみください。では7番ホール326ヤードパー4です。ここは150ヤードで OB になってしまうので、7番ユーティリティでティーショットします。もうなんか落ち、大丈夫だよ、大丈夫。落ちたとこ見えた、フェアウェイ。はい。残り130ヤード、7番で打ちます。いい、ナイスショー。ちょっと手前だけどね。でも全然ナイスショットです、はい。ありがとうございます。25ヤード56度です。です。すごいです。月が見えますね。前澤さんがいるかもしれない。月が見えます。結構転がっちゃった。おお、すごい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 。あら、そんな行っちゃうんですね。オッケー。はい、ありがとうございます。返し難しいよね、そういう時って。そうなっちゃうね。難しいですね。はい、ではまたまたコメント読みタイムです。そんなにあるの。嬉しいですね。すごい。全部読んでるの。全部今読んでます。全部読んでるの。はい、全部読んでます。すごい、すごい。またまた前回の同じ動画ですね、コーディネートの動画で、ナッチさん、いやー、せっかくだったらマスクもやってほしかったな。山田店長スタイルいいからマスクだけでだいぶ印象変わりそう、というコメントいただきました。やってほしかった、撮ってほしかったってことかな。なんかコーディネートお見せするときマスク取ればよかったですね。そしたらもっとなんか印象が違う感じで映ったかもしれない。確かに。そうですね、次またこういう機会があったらマスク取って、取った姿もお見せできたらいいなと思います。はい。で最後、リンさんがナンバーワンって言ってくれてますね。いつもリンさんナンバーワンってコメントしてくれてるの見てます。ありがとうございます。リンさんがもうナンバーワンだよね。そうですね、リンさんがナンバーワンです。リンさんがナンバーワン。間違いないですね。いつもコメントありがとうございます。はい。で、そうですね、コメント読み終わりました。無事。イエーイ。おお。嬉しいですね。本当に皆さんコメントありがとうございます。そうですね、またなんか私がまた動画に出演するときは、こうやって皆さんのコメントを読みながら
できたらいいなと思うので、皆さんぜひコメント待ってます。参加してください、お願いします。はい、ということで最後2ホールですね。8番ホール、9番ホール行ってみようと思います。行きましょう。はい、はい、8番ホール331ヤードパー4です。行きましょう。頑張れ頑張れ、おーいい、頑張れ頑張れ、おーいい、いいよ。危ない、ミラクル、危ないですね、本当に。よかった、ラッキーでした。ラッキー、行きましょう。122ヤード8番アイアンで打ちます。ナイスオン、取れた取れた、はい、ありがとうございます。お土しましょう。うん、難しい。まあ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 よし、これをちゃんと。はい、はい、なんとパー3ということで。あ、そうなんだ。はい、そうなんです。最後パー3。はい、珍しい。お、行きましょう。はい、では最終ホールですね。はい、9番ホール73ヤードパー3です。短いですね。いいね。いいですね。あ、でもメンズも短いね。そうですね、みんな距離いいね、短くて。何メートルぐらいですかこれ。26でした。そんなに、すごい、超ロングパット。幅で、まあまあ距離感はでも合ってるよね。この出す場所難しいよね、こういうの。難しいですね。難しい。ああ惜しい。お疲れ様です。ボギーでした、最後は。寒いけど楽しかった。楽しかった。楽しかったですね。いろいろ勉強になりましたし、綺麗なコースだったので、本当にコンペ楽しみになりました。はい、では18ホールお疲れ様でした。
そうですね、トータルのスコアは96でした。で今回はコンペの下見ということで来たんですけども、本当に女性の方も楽しめるようなコースだと思いました。でディスティからは、結構短くてチャンスホールが多かったりとか、あとはロッカールームだったり食事も女性向きのものが多かったりとか、本当に女性に優しいコースだと思ったので、コンペはぜひ女性の方も参加していただけたらと思います。なんかあれでしょ、更衣室のアメニティとかが充実してたんでしょ。はい、すごい。そうなんです。本当に櫛とか歯ブラシとか本当に何から何まで揃ってたので、もう手ぶらで来れちゃうくらい豊富でした。なのでそうですね、ぜひ皆さんふるって参加していただけたらと思います。男性の方ももちろんお待ちしています。ではこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。指は出てるんだねちょっと出しちゃう、はいはい、コメントもじゃんじゃんお待ちしてるので、ぜひ皆さん、はい、コメント待ってます。はい、ありがとうございました。バイバイ。